どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。本日はですね、爆竹のギタリスト、星野秀彦さんのお誕生日ということで、おめでとうございます。54歳のお誕生日ということでですね、6月16日、星野秀彦さんのお誕生日でございます。おめでとうございます。本当にね、星野さん、身長が高くて、イケメンで、しかもギターが上手くて、しかもコーラスも上手にできて、さらに作曲する曲が素晴らしいというね、なんかこう、星野節というか、綺麗なメロディーを作る方ですよね。なんか今井さんとはまた違ったタイプの綺麗なメロディーを生み出す方だなというふうに思います。で、それでいて、こうキメキメにカッコつけたりとかしない、自然体でナチュラルでいながら、しかも、こぼれ出してくる、溢れんばかりのセクシーさというか、ダンディズムさというかね、もう本当にね、なんというか、かっこいいの一言で理想の男性像というかね、理想の50代の男性像、本当になかなかいないと思いますね、こんな50代って。まあ、爆竹のメンバー全員に言えることなんですけども、全員がね、やっぱり年を重ねるごとにかっこよさを増していくというね、もう本当に奇跡の5人だなというふうに改めて思うんですけどもね、全員50代って、ルックスで、爆竹で、ロックバンドをやってるというね、本当に奇跡でしかありえないなというふうに言って、5人が5人、それぞれいぶし銀の男たちになっていくというね、星野さん54歳のお誕生日、おめでとうございます。で、私事なんですけど、私はですね、ベーシストなんですけれども、まあ、これまで爆竹のギターをギターでコピーするっていうことはですね、あまりなかったんですよ。ギターで爆竹をコピーする、一生懸命コピーするっていう機会はあまりなくてですね、で、YouTube をやるようになって、YouTube で弾いてみた動画を上げるようになって、爆竹のギターっていうのをですね、コピーするようになってですね、爆竹のツインギターの奥深さを知り、でね、その星野さんのギターパートの重要さというのを体で感じている次第なんでございますけれども、飛び道具的な今井さんのギターに耳を奪われがちなんですけども、実は私たちが聴いている爆竹のギターサウンドっていうのは、実は星野さんによるリズムギターによって作られるグループなのかもしれないというふうにちょっと思うわけなんですね。というのもですね、私前回というかこの間も動画で紹介させていただいたんですけども、 Spotify サブスクリプションですね、 Spotify でですね、星の曲オンリーの爆竹というセットリストを作らせていただいておりましてですね、こちらをですね、またシェアさせていただきたいと思うんですけども、星の曲オンリーの爆竹、これがですね、星野さんの曲ばっかりを入れてまして、これね、これ、バラバラに適当に入れてるんですけども、これをさらにシャッフル再生で聞くと、結構意外な曲順で聞くことができて、なんか新鮮だったんですよ。今朝もね、聞いてたらね、メッセージが流れた後に宇宙サーカスが流れるとかね、そういう結構新鮮、斬新な曲順で、プレイリストで流れたりするんで、これぜひもしよかったら聞いてみてくださいね。そんなこと言わなくても、集めて聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、サブスクリプションで、Spotify 使ってる方でしたら、これ結構便利だと思いますんで、今、29人の方がいいねしてくださってますけどもね、これね。特にこれいいねしてくださったからって、私に何かがインセンティブがあるとかそういうことは全くないので、ご安心ください。これ、Spotify 有料で入ってる方は、これ聞いていただくと爆竹さんに多分、いくらか印税が入るかとは思いますけれども。ということで、本日は爆竹のギタリスト、星野秀彦さん54歳のお誕生日ということで、改めておめでとうございます。これからもね、お体に気をつけて、かっこいいギターを弾いて、私たちを楽しませてください。ということで、本日はこんな感じでございます。本日の動画が良かったという方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、かげろうでした。それでは、動画でまたお会いしましょう。バイバイ。